環境から海賊になった、ねえ。に対する読者の反応集。わしらも別に裕福な暮らししてたわけじゃないんだけどねえ。ん？嫉妬？かなわねえ。どうせやるなら海賊の方が自由で楽しそうではある。とっ捕まったら海兵よりも不自由だぞ。実質世界政府にふるさとを滅ぼされた税とかは仕方ないと思うんすがね。裕福で温かい家庭に生まれても海賊になったトラファウガーロー。おう、その裕福な街並みと温かい家庭がどんな末路をたどったか言ってみろや。どっちかというと政府の施策の問題で、海兵からしたら別に関係ないからな。どんな生まれ育ちだろうと、海賊続けてる時点で秩序的にはアウトなのは変わらんのよな。どの程度上場酌量の余地があるかって話でしかない。そもそも街道の国見たらそもそも世界政府も結構やからなところあるしな。場合によるけど実際子供時代大変そうな人たちが海兵目指した経緯は知りたい。ベラミーは全くもってその通り。非加盟国で海軍が全く守ってくれない姿見て海軍になるってすごいよな。立派だよ。秩序側の海軍に行くと逆に命の危機になる立場の人らがいるの。世界の構造のバグ感。そいつらは死ぬべき命だから別によくね。まさか全ての命が平等に扱われるとかいうわけじゃないよな。わかりました。平等は期待しないので海賊になります。海賊は悪なので無所に入りましょう。クソゲーかな。旧来の食い詰めて海賊になった税に加えて大海賊時代になってからは宝や夢目的のミーハーが増えたからな。海軍からしたらどっちにしろ変わらないけど、実際飯が食える、金がもらえるで軍隊入るのは定番だからな。もちろんコビースモーカーみたいな正義感や憧れから入るやつも多そうだが、ワンピースへの憧れは止められないんだ。税はともかく、福祉や非加盟国の支援に力入れれば多少は海賊の発生を抑制できそうな気もするが、余裕があるかというと微妙いな。今は減ったとはいえ、現実のソマリアで本物の海賊がいたのは食えないからだからな。犯罪をしないと生きていけない、環境なのが罪ならそれは世界政府の罪だよ。非加盟国にも天竜人税金をしつけようとしてるし、そら海賊なるわぐらいしか言えないんだよな。要は他国に自国の税制度や法律をしつけてるんだし、非加盟国視点だと普通に侵略国家だよ。海道、隣隣は海軍コースもあったからな。前者は政府の犬になりたくねえ、後者は食いわずらいでパーになったが。事情遺憾に関わらず海賊になった以上は捕まえるのと同時に、海賊発生の根本原因にも対策もしなきゃいけないから大変だよな。税金で食わしてる天竜人が働いてなさそうなのが致命的な部分な気がする。ロビン、キングあたりは本当にしょうがない。本人たちの性格的に海賊にならない道を選べたなら選んだろうに。いやキングはよくわからんけど。幼少期見た感じは隠れ住むこと許されるならそっち選びそう。軍隊が社会のセーフティーネットになるのはありがちだから、貧困層出身の海兵は普通に多そう。貴族に従軍義務があるのも定番だけど、天竜人がそうじゃないのは実権を持たせたくないのか神の騎士団がそれに当たるのか。裕福な暮らしができなかった人と犯罪しなきゃ生きていけない人の価値観が同じなわけない、ドフラミンゴ。世界情勢知ると式の、ミーハードもめ、の意味が一気に重くなるんだよね。軍とか警察とか警備とかは過去に一回でも犯罪歴があるとその仕事に就けないからな。ジャンゴ、お、そうだな。七部会とかもあるしワンピの海軍は結構その辺緩いよね。正直人手が足りないから、強くて従うなら誰でもいいとこあると思う。海賊以外に生きる道のなかった人も、生きるために海兵になった人も多そうで、やっぱワンピ世界クソだよな。救産対象は全員貧しそうだな。海兵も仕事としてはクソの部類だからな。どっちか選ぶとしたら海賊の方が手っ取り早そうな気はする。特に今は大航海時代だし。知恵か力があれば海軍に入ることもできるだろうけど、世の中には信じられないくらいのバカがいるし、ワンピ世界にちゃんとした教育機関があるのかさえ不明。だから頭悪くて力がある人は海軍に入れずに海賊やるしかないんですね。ワンピ世界の海兵なんて戦争中の軍隊レベルで死亡率高そうだしな。まあ海兵として必死で下積みして、汗水垂らして働いて正義のために命落とすより、海賊になって好き勝手暴れて宴して、短くても充実した人生を送った後命落とす方が楽しそうだもんな。軍なんて不自由の塊だろうからな。海兵になったところで命が保証されるわけでもないし。赤犬なんか幼少期見るにきつい環境で生きてそうだけど秩序側だもんな。
そもそも世界政府自体加盟国が一緒に作った、維持してるもんであって、すべての責任を負うべき超政府が存在してるわけじゃないからな。正義名乗るならやってくれよ、以上の世界に対する責任とかないし。正義以前に加盟国のために非加盟国を押しつぶした結果海賊生まれてるのに、海賊が悪と角の口が言うとんねんとはなるよ。民間人からの略奪などの悪事をやってる海賊がほとんどなんじゃないか。だけどその上で海賊になるしかない人たちを生み出すような統治システムには、根本的な問題があるというのはそうだと思う。弱い民間人たちが押しつぶされて海賊になってさらに弱い民間人たちを押しつぶす。最悪の悪循環ですね。ナミさんはルフィたちに救われたから海賊になっただけで、まともな海兵に救われてたら海兵になってそう。海賊にふるさとを荒らされて海兵の親を殺された人だし、海兵になるか海賊になるかって割とボタンの掛け違いみたいなところもあるかもなと思う。ロビンとローに海兵の恩人がいるのが好き。世界政府の犠牲者にわずかな救いをもたらしたのが政府側で働く海兵というのが、統治システムに問題があるだけで末端の人間が悪いわけではないと思わされていいなと思う。日本で言えば実力行使する機関が警察しかない以上、対抗するのはリスクがあるし、それが理解できる教育がなされてる。でもルクセンブルクやメキシコみたいに警察に匹敵しうる犯罪組織があると、どっちの方が楽に稼げるか、の選択肢が生まれる。特にワンピ世界だと海賊の方が海軍より強いし、身近な脅威だからそら海賊、奪う側、になるよ。なんならコビーも船間違えて海賊やってるからな、海賊への動線豊富すぎだろ。点在する島国が大半だから海軍の目が行き届かず海賊に有利な地形なんだよな。困ったらとりあえず海賊にみたいな流れはできてそう。むしろ海賊にならずに海兵やれてる人たちの方がすごいわ。ローロビンキングとかはほぼ政府のせいで億超え海賊生まれたみたいなもんだからな。お原とかはまだ政府を擁護する余地があるかもしれんが、フレバンスに関しては 100% 政府の被害者だし。フレバンスなんて内陸国だし何もなけりゃ海賊になるなんて考えもつかないのに、ロー海に引きずり出して巡洋行にまでしたのは世界政府だろう。世界政府に追い込まれて海賊になったキャラも多いだろうからなんとも、ローとか白ひげとか。貧困と格差からの犯罪発生は現実でも解決できてないからな。実際の海賊時代の終焉は海軍の強化と航海技術の発展でもたらされたらしいから、新時代が来たらおいおいって感じになるのかね。四皇という一つの犯罪組織が海軍とやり合えるなら好きにやった方がいい。海賊ルート、世の中を良くするには抜本的な変革が必要。革命軍ルート、なんとか現状維持して世の中守りたい。海軍ルート、力がないからやられるがまま奪われるしかない。一般人ルート。巨人族に関してはマジで擁護不可能。世界政府に問題あるのはそうなんだが、加盟国だけでも170以上の国の治安と均衡を保たなきゃならない政府も正直大変だなとは思う。軍人より犯罪者になる方がずっと割がいいこともあるって普通に考えたらおかしいよな。まともに統治が機能してない証だと思う。フジトラは目を閉じた経緯からして真っ当な環境で育ったってことはなさそう。ワンピースは海賊は悪だけど、海賊になるしかないような世界のシステムには問題ありだよね。って書き方を一貫してしてるように思う。海賊から守ってもらうためには天井金がいる。島だらけの世界だから海運貿易に頼るしかないけど海賊に襲われる。海賊に襲われるから天井金を収めて海軍に守ってもらおう。あれ？ワンピ世界の海賊たちって自分たちは悪くないって主張してる人いなかった気がするが、世界政府の被害者でさえ海賊は悪という前提を持ってそうな感がある。とはいえ海賊やるか死ぬかしかありませんでしたはひどすぎるからやっぱ新時代必要だわ。国民国家の軍隊なら自分のふるさとを守るという感情がモチベーションになるだろうけど、あの世界の海軍ってそういうのがなさそうだし、ただ正義をよりどころとするのだろうなと思うとすごい。ジョン・ジャイアントといえば市民が弱いことは罪ではないって名セリフがあるんだよな。世界政府も海軍も現状を維持が精一杯で改善には届かない感じあるし、抑留の差別はアンドってセリフから、世界政府は現状の格差を維持したいのかなとも思う。ワンピースは海賊は悪だし海軍は頑張ってるけど根本的に世界のシステムに問題があるよね、というスタンスが一貫していると思う。海軍は対象両方が仕事だからどんな事情があろうと海賊は捕まえなければいけないというのはそうなんだけど、それはそうとしてこういう現状を根本的に変える力が必要というのも事実だと思う。
あの世界で奪う側より守る側を選んだ海兵は素直に偉いと思うわ。本部勤めの将校になれるなら海賊やってもいい線いけそうだし。同じ貧乏でも治安いい国でたまたま家庭が貧しかった人と、治安終わってる国で生きるか死ぬかの生活を送ってた人とはまた違うだろうなと思う。ワンピ世界現実並みかそれ以上にその格差が大きいイメージがある。正直な話、貧乏なでの人間が海賊になるか海軍になるかは本人以前に周りの環境が大きいと思うよ。ドレイクやコラさんも、海軍に保護されてエスカレーター式で海兵になってるし。そもそも海軍っていう一つの組織で加盟国すべての国に加え、四つの海から新世界まで見なきゃいけない上に、賞金首の相手やら世界政府の命令もあるんだから人手不足になって当然だし、組織として成立してること自体が奇跡に近い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。